ジョン・トーマス・アービン・ボスウェル・サイムは、スコットランドの植物学者である。エディンバラに生まれた。父親のパトリック・サイムは、植物画家で、母親は、バルミュート教、ボスウェルの娘で、はじめサイムと名乗っていたが、後にボスウェル・サイムを名乗り、B サイムと署名することもあった。エディンバラ大学で土木学を学び、スコットランドの鉄道会社、ウィリーペディで働き、 スコットランド各地の鉄道の建設に従事した。若い頃から動植物が好きで、鉄道建設地で多くの植物を集めた。大国伊諸島の新類を訪ねた時に多くの植物を収集し、1850年に報告し、それが県で1851年からロンドン植物学会の標本館の学芸員として働くことになり、1856年まで働いた。 その間に鉄道技術者の仕事を辞め植物学に専念した。1854年にロンドンディンネ協会のフェローに選ばれ、1857年にロンドン植物学会の仕事を辞め、医学校や病院で植物学の講義をした後1860年にエディンバラ大学のニューカレッジで博物学の教授となった。ジェームズ・エドワード・スミスが監修した36巻に、 及ぶ膨大な著作、イングリッシュ・ボタニーの第3次改訂版の初めの12巻の編集を行った。ジェームス・サワビーの多数のビレー・ナズ・ファンで知られるこの著作のシダ植物の記述を大幅に拡充した。1875年にエディンバラ大学から名誉学位を受け、1894年にイギリス植物学会の名誉会員となった。没後、債務の残した 大規模な標本は実業家でコレクターのハンブリーに買い取られ、後に大英博物館に収められた。一部はメルビルの手を経てマンチェスター大学に残されている。イングリッシュボタニーの図版トランザクションス、オブザ・ボタニカル・ソサイティ・オブ・エディンバラ、オービッチリー・ノーツ S、S516-518 債務は植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョン・トーマス・アービン・ボスウェルサイムを示すのに使われる。ありがとうございます。